企画でだいぶ高評価高かったんですよ。あのコメントもね、通常の3倍ぐらい来てまして、あ、これが見たかったみたいな。なるほど。これゲストを呼んでやってほしいって言ってたんで、はい、第1回目のゲスト、リンクです。どうもお願いします。もう、はい、もういいじゃん。もうということで、今回バトルニュース初戦、前橋育英戦の、プレイ解説を、で、まずこれ実際0-3で負けました、結果はね惨敗です、結果だけで見たら、はい、まず局面を変えた1失点目をちょっとまず解説していきたいと思います、ゆったり持ってる時にいきなりやられるんです。あなたは見てないですよね、ロングボールで。見てましたよ。あ、リク見合う、ジャイさんと見合う、そこ触られて失点。じゃまずは当事者のあなた、どう思いました、このプレーは。これは蹴られた時に、この時に、いや、これはもうどういう判断、この時ちょっと一回止まりましたね、あなた。はい、はい、このプレー、まずロングボール来た時はもうボールと相手見てて普通の対応してたんですけど、まあ、ジャイさんは見えてないっていう状況でって感じでしたね。やらしいな、たまにやらしいな。フォワードが逆にめっちゃいい選手だと思う、むちゃくちゃサッカーであるシーンじゃん、だからこれはすごい解説するの大事だと思う。どうしたらいいのか、これは確かに、どうしたらよかったと思いますか。おめですか。すごいちょっといろいろ思うシーンが2-3点あるから、ちょっとまだ、あ、まだ言わないですか。ま、でもこれさ、こうバーンって蹴られるじゃん、これさ滞空時間まあまああるじゃん、これ分からないよ、けどこの時点でさ、リク本気でさ落下地点に入ったら走ってね、左でどっかに弾くと、ね、そしたらまずこれバウンド使う、こう止まってるじゃん、しかも、でこれを多分走り続けてたら多分足だろうが、まあ、頭できるか分かんないけど、まあ、紙トラはできてる、ね、ノーバンで多分触ることはできたかもしれない。これ多分昨日の振り返り動画で言ってると思うんだけど、誰かがキーパーキーパーっていう、これ入ってるんです音声、犯人が犯人これ多分かけるな。声がかけるです。もうめちゃくちゃリクの足が1個止まったっていうのもある、キーパーなんだっていうね。まあでも判断はお前がジャイさんがしないといけないわけだから。いや、俺は最初もうヘディングで返そうと思ってて、ちょっと相手との距離もあったし、まあ、ヘディングで返せるかなと思ってたんだけど、いや高いよでも。いやこれね、だってジャイさんリクちっちゃくないから、確かに、その上を片足ジャンプタイミングよく触ってるから、むずいよな、距離感とかも。あなたが思ってるのは何ですか。あ、俺だから根本的に、そもそもここや、ここのツートップの問題やろ、ここへは引きすぎちゃう。確かに、簡単に蹴らせすぎっていうのは、ここの位置、ここやったらまだいい、ここの位置、この位置、いや、私すごいフォワードの目線だわ。ここのライン、ここのライン、なるほど、白のライン、確かに、ここのラインやったらまだいいんやけど、ここまで入られてのこの2人のこのほぼサークルのフリーだもんね、ちょっと遠い、でもこの試合ではでもあれないよ、ちょっと引こうって、そうそう、そういう試合ではあった、この中で。でも簡単に蹴る、ちょっとこれ飽きすぎじゃない、確かにこの距離が遠いね、後ろから蹴るまで全然誰もプレッシャーいかんのよ、後ろずーっと持たせたよ、こう、これもうこの時点で円剣多分こうやってこう寄せに行ってたら左からね、結構もうサイドに追いやれるのよ、もう結構ハマってるから、この辺とかハマってるね、そう、引くのはいいけど引きすぎっていうのも一つだね、そうやな、どこにでも蹴れたっていうのがまずそのリクの前のここの、いやちゃんと見てるね、君ですよ、今もうみんなディフェンスしか見てなかったですから、2つ目ですよ、ここはい、まあ、ここもしゃあない、先もね、リクでは感じですが、ドン、いや、まだ負けたよ、俺も思ったさ、試合中、もっと走れよ、おい、リク、これ、あかんじゃない、いけるよ、これ、ゴー、いや、ロングじゃなくて、ドン、無理か、ドン、いやー、どうなん、いけなかったとしても、可能性が 0.5% でもあったら、それは、いくべきなのよ。あとここの失点の要因3つ目あります。おお、すごいすごい、さらにこの後はい、よく見てください、はい、メタンスパイです、はい、ナイスシュー、拍手してる、見ました、ここで拍手してる、メタンがここで入った瞬間にナイスシュー、ほらナイスシュー、はい、
彼は前役の選手ですもん。まあ入れ替えよう、切り替えようそっちにしても早すぎるやろ普通みたいなリアクション1個は欲しい。だから対策としては簡単に蹴らさすぎがまずそうそうそもそもと変な声を出さない武尊君あと肉が自信持って自分で判断するっていう、怖かったら自分がボール行ってパシャってもいい、基本的にはでもノーバンで多分触るのが鉄則じゃないけど、怖かったら、ということで2つ目のプレーいきましょうか、続いては、まあ、リックの良かったプレーをねちょっと解説していってもらいましょう。一回見ましょう、リッチをボール持つシータバックリックにつける、運んで運んでおぉーサイドチェンジで、アイムトラップに何してんの俺行きたいよで、このプレーどの時にアイムを狙ってたのかっていうの、このルチョからボール入りますよ、あ、もうこの時には左サイドからもうボールが流れてくる時に逆サイドに来ました。もうこの時点ではもう確認してるとか、はい、なるほど、右足を右足をこれ、これはね、結構勇気のいるプレーではあるよ。これはいいプレーです。これ、リクが運べた理由っていうのもあるんですよ、これは。ルチョが出します。で、ルチョに釣られて、この子が、ちょっと外切る。で、中運べるっていう。ディフェンダー一人の力じゃないか、結局運べたりとかってするの。やっぱボランチとかの関係性も大事だから、これはルチョが動いたからフォワードの子がちょっと気になって一瞬遅れたい、リクが中に行くの、っていうのもこれ一つです。うん、立ち位置ってマジ重要だもんね、うん、そこにいるかいないかで全然展開変わるから。あ、一つ目のプレーです、リクのプレーですね、これも。これね、一回カバー入って、あ、前半ね、これ前半か、うまいな、これリク触って、ちょっと、これちょっと待って、パスエロない、めちゃくちゃうまいです、これアウトで、え、もう CA 機も鬼ぐらいエッチすぎるやろ、ね、いや、まあでもうまいよこれ、アウトで、いや、これはね、取られるね、確かにこれはうまいよ、パスが。で、これリック触って、これ枠入ってたの、入ってた、ちょうどベンチから見たんだけど、マジで入ってた、これ、終わったと思ってるジャイさん、ちょっと触ってこなかったこれはジャイさん、いやでもこれ多分リクが触ってなかったらシュート打たれるじゃん、左足つまれたな、だからこれはね2つのスーパープレー重なってますけど、これはこれはどう解説しますか、これ、あ、この時このタイミングで俺はこの選手とこの選手を見ながら、うん、さらにそのシエ君の裏もカバーしながらっていうことを意識、あ、それ意識してたんだ、でこの時にもうマークだけじゃなくてシゲのカバーの意識も持ってたから間に合ったと、うん、取られたパスすごい、いやこれはでもうまいよ、相手がなんかタイミングするし、これはあえてうまい、左アウトやね、ほんでうまいわ、これはこれはイニエスタです、いやジャイスさんが触るよ、ジャイスさんが触るよ、すごいジャイスさん、これ反応だって、うん、体より後ろで触ってるから多分、うん、まあでもカバーの意識落ちながら自分のマークついてたから、これは防いだ、カバーしたよ、これはこれは素晴らしい、で最後これはシゲイキ選手ですね、あれだシゲイキ選手1回詰めてじゃあ戻っていく、おーっとーこっち、これはこれはこれはあらーつやーすで、これ01だったよね、まだ01だった、こんな気がする、これ入ってたマジで同点で、すぎやろ、ちょっと解説お願いします、これをこれはこの時はなんでこれ出てきたの、これもうルチョが自分のボール確保しそうだった、いやもうルチョがガシャンってなる、うん、で多分2人倒れる、あ、落ちてるボール持っていこうぐらいの感覚でも出てる、あ、ちょっとカバーもできるし、これで、あ、そうそう、自分のボール来た、そしたらルチョが、だからこれルチョパスだと思うよ、ルチョすごいパスだね、ルチョパスだね、これ俺言ったルチョルチョってルチョ、ルチョ結構すごいっすねルチョエロ、足前に入れて、でもこれここに当たってたらレッドです、確かに VR ね、足裏 VR ね、これかかと、かかとでジョンって出す、エロエロすぎやろ、え、これどのタイミングでも達也見てたの、これは、え、違う、これちょっと見えてない、ああ、あんまり、もう結構感覚で出した、一瞬上げてるわ、顔そう、ファーストタッチをしよう、達也くんの声めっちゃ聞こえた、うん、
で、これインサイド。うわ、バカいい。インサイド、インサイド。いやでもタチヤめっちゃ動き出しうまいんだよね。マジ思ってた。もらい方とかマジストライカーし、俺なんかリベンジャーズで試合した時とかタチヤくんずっとマークついとって動き出しいいもん、ね、だからもうなんとなく分かった。この時はなるほど、前向きでボール持った時は絶対動き出し作ってるだろう。だし、うん、この試合の流れ展開的に、うん、チャンスマジなかったじゃん。これ多分最初のチャンスだと思う、うん、上がるチャンスっていうのはずっと狙ってた。後半で最初のチャンス、前半マジノーチャンス思った以上にチャンスなさすぎたっていうのもあったけど、でこれでチャンスになるっていうのは、まあ、俺が上がった時が一番なるかなと思うんです。いやー、これ動き出しもいいですね。だけどね、でもこれ言ってた、このシーン最初ルー君も狙えたんだって。まあまあ、いろんな時間があってちょっと迷ったって言ってさ、まあ、素晴らしいね、これは。いやー、確かにこれマジ決まってたらちょっと正解とかね、1日だから、これ2勝勝ってた、まあ、勢いはあった、確かに。でもこの時中盤サイドの HP ほぼゼロにしかなかった。もうそうっすね、もうね、だいぶ動きになるとマジチャンスになるってなったら、ちょっとでも後ろの元気なやつが追い越して前向きでボール持った時に、いやー、これ決めれたらね、もうストライカーだね、完全な。これ唯一の見せ場だったな、うん。言うなれば、円形ももうちょっとスプリントして、うん、これサポート1枚あるだけで、切り返しっていう選択肢とかもできるからね、46が。最近もうセンターバックでこうやっていい感じでボール取れて、この駆け上がっていくシーン、結構この瞬間めっちゃ楽しい。めっちゃ上がります。やっぱこの動き足作ってくれるからこれパス出せるわけなんで、で基本的に俺も前向きにした時って、大体高雪の動きが分かる。したらもう蹴るだけやから。確かにこれ奪ってから数秒で。めっちゃ早いよ。そうそう。マジでこれ早い。でシュートまで行けるわけだから。その切り替えのところでいかに体が動いてるかが大事だから。コージロック。コージロックやった。コージロックやった。この先はコージロックに。本当にそこだから。頭が動いてる方が勝ちだから、サッカーは。パニックにならない限り。コージロックはちなみにコージロックパニックになって。パニックになって前半で変えられる。前半で切り替えられた。はい、ということで、これがね、マイク戦のちょっと振り返り、うん、あん時こうすればよかったはね、うん、やっぱ今後生きてくるから、ね、絶対に。はい、ということで、まだまだね、5、6試合あるんで、わお楽しみにしてください。俺は視聴者のもので見てる。ちなみに一つだけ言うと、この試合の時はやっぱみんなフレッシュなんで、こっから疲れがどん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 ピークになって、たまにあの時もう、なんかもう動かせてるんだ、疲れてるなっていうのがもう試合中わかるんだ。ということで、この動画が良かったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。せやっ。